たけし岡田のちょっとね。本日は体ほかほかエクササイズということで、橋本がナレーションを担当します。よろしくお願いします。1種目目はうつ伏せの状態から体を大きくひねるエクササイズを行っていきます。自分の反対の足をまたぐように足を大きく動かし、股関節から背中までを全体使って動かしていきます。この時に背中を有効的に使うため、自分の肩はなるべく地面から離れないようにしましょう。最近とても寒くなってきましたので、本日行う3種目ぜひお家で試してみてください。次の種目は四つ這いの状態からスタートします。OK です。次は四つ這いの状態から体重を前後に動かすエクササイズをしていきます。手と膝の位置は動かさずに、体を前後に動かし、大きく背中を反らしたり背中を丸めたりしていきます。この時背中を反らす時は息を吸う動作を、体を丸める時に息を吐く動作をしてみてください。体重を後ろに残す時はなるべくかかととお尻がつくように頑張ってみましょう。OK です。最後の種目は片膝立ちからスタートします。片膝立ちの状態から、これもまた体重を前後に動かして太ももの裏を伸ばすようなエクササイズになっていきます。では反対の足いきます。この時太ももの裏を伸ばしつつ、頑張って自分の手でつま先を触るようにしてみてください。お疲れ様でした。本日は以上になります。